どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、昨日ちょっと僕キャバっていうね、革新的なデッキをご紹介したんですが、まあ、それの派生系で僕あれっていうデッキをね、ご紹介していきたいと思います。語呂がいいでしょ、僕もんサイレントアレイスターっていうのが全部入りみたいな、なんかあの全部乗せみたいな全部乗せデッキみたいな感じなんですけど、まあ、これどういうデッキかっていうと、まあ昨日の僕もん、あ、僕キャバは僕のモンスターカードでキャバルリーを出すっていうデッキだったんですけども、今回はアレイスターを使いまして、アレイスターガールのギミックにそのサイマージをぶち込むっていう結構やべえデッキですね。何がしたいかっていうと、アレイスターってこれ魔法使いとかなんですよ。だからサイマージの下敷きになれるんですね。だから要はあのアレイスター召喚して召喚魔術をサーチしながら、あのアレイスターをリリースしてサイマージで出せるっていう、で墓地から除外するとアレイスターって融合できるから無駄がないんですよ。非常にこれが結構強いんですよね。まあロイド召喚獣の時のメガロイドシティみたいなもんだわ。なんか下敷きにするみたいな感じで、まあいろいろ多分そのキャバラリーを出せるような構築にするのもありだと思うんだけど、結局ね、サイマージが強えってなってるんですよね、俺の中で今実は。まあ、召喚魔術止めたりとか、あとレッドアイズフュージョン止めたりとか、なんかいろいろ魔法止めれるの強くねってなって、なんでサイレントマジシャンが結構強いから、今回サイレントマジシャンを結構出せるようなあのイメージで組みましたね。基本的にはもちろんアレイスターで、あのコキュートスとか、あのこのメガラニカとかブルガトリオとかを出せるようにもしてるんだけど、まあ、一応ね、やりたいことはアレイスター召喚で、アレイスターを、まあ、リリースっていうか下敷きにしてサイマジ出して、で、召喚魔術の効果でこのチョコマンちゃんガールとアレイスターでコキュートスを出す、でアレイスターを回収すると、横守備表示コキュートス、縦サイマジで手札に、アレイスターでターンエンドができるんですよ。魔法1回止める対象になんか取れない、歩行感で破壊されないモンスターが一体横で立ってるみたいなパターンになるんで、すげえ勝てんですよね。まあ、コキュートスが今は結構打点が高くなってきて最近、まあ、そんなにめっちゃ強いかって言われると、まあ、そこまでなんだけど、結局ブラマジとか霊獣とか詰ませられるデッキが結構多いんで、まあ、やっぱ強いは強いんですよね。コキュートス強いデッキに対しては、だから、まあ、そういうあのイメージで組んでます。まあ、ちょっとバランス難しいんだけどね、僕もんって。これ結局下級モンスターが3体あの確定するよっていうあのスキルなんで、まあ、あの地方によってはそういうことにならない。例えば、まあ、そのベリーマンちゃんガールとあの超連とチョコマンちゃんガールしか来ないとかいうパターンはあるから、まあ、それ難しいんだけど、まあ、一応ね、あの極大化するとその3積みしてるモンスターって来やすいっていうパターンあるんで、アレイスターとサイマジが来るっていうパターンもまあ一応あるかなっていう、まあ、そんな感じですね。細かい確率計算しないですけどね、まあこんな感じの、まあ、あのあとはあの枚数調整皆さんしていただければいいのかなと思います。で、あとは強い魔法トラップカードと、あとコンセントとかね、こういうカードを入れて、なんかこうサポートしてあげればいいかなっていう感じなんですけど、あのね、30枚にしてるのは、その知らぬい、芝刈り知らぬい対策のだけであって、あの、芝刈りされたくないっていうだけなんで、別にこれ20枚に収めてもいいです。その芝刈りがいなくなったら、環境によって枚数は、あのもっと絞っていいと思うし、環境によってもっと厚くしないといけないっていうのはあると思うから、まあ、その辺はちょっと環境によって変えていただければいいかなと思います。早速ね、僕あれいいでしょ、このガやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津石太郎選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ遊戯王石津リンクスとなっております。あのいつになったら規制発表されるかっていうのはまだわからないんですが、まあ、多分ですね、決勝終わったんで、まあ、近いうちリミット発表あるんじゃないかなと思うんですよね。墓所封印に手がかかるかどうかっていうのはちょっとね、若干気になるところである。で魔導陣、これ先行魔導陣、これきついな、サイマジ。先行欲しかったな、先行が欲しい人生だった。完全にこれは、これやばい、これ先行が欲しい人生だった。きつい。一応ね、効果を無効にするカードじゃないんで、サイマジっていうのは。まあ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 一旦これはベリーじゃない、これ一旦ベリーでしょ。でベリーでこれ耐久多分できると思うから、おそらくだけど、とりあえずコキュートスを
あの、なんとかして盾に行きましょう。魂で。で、セット。で、セット。で、エンド。いや、これ多分耐えれる。多分耐えれる。ナビゲートじゃないんかーい。ナビゲートじゃないんかーい。くっそ。ちきしょ、ブラフに、ブラフに踊らされたぜ。マジか。まあ、でも、どっちにしても同じだけどね。どっちにしても、それは同じだ。それは女、まあでも一応これで効果発動できるから、ベリーマジシャンガールで、これは赤でしょ、これは赤じゃない、これは赤じゃない、で赤特殊して、で赤殴られる時に青出せばいいから、多分いけると思うんだよな、多分いける、多分大丈夫。これアレイスターが特殊召喚 にも反応するんだったらすげえ強かったですね。効果でも効果無効にするか意味ねえか、赤はあの出すとき効果無効にするから意味ねえわ。特殊召喚に成功してまたなんか召喚マジスターチョ、つえつえ、やべえ、それはやばい。唯一の回答、呼吸とせの、呼吸とせの唯一の回答は、回答はてってれー、落とし穴ほっときましたてってれーっつってね。でドッキリ、落とし穴ドッキリ仕掛けていく。でドロー超連、なるほど。では一旦、多分さすがにナビゲートかな、あれ。さすがにナビゲート。で、アレイスター召喚は、アレイスター召喚は、ここに、上手い人はここにチェーンしてくるんだよな。多分、ナビゲートを。お、通った。通った。これでチェーンしてくるはず。上手い人は、呼吸塗装を出させないっていうパターンで。お、よし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 、いけるいけるいける。これは安全だ。アレイスター、リリースしてサイマジ来た。オッケー、よし、これで、何されても大丈夫だ。で、召喚魔術発動。召喚魔術発動して、呼吸とスをぶちかまして、スーパーインキャモンスター来た。スーパーインキャモンスター来た。遊戯王デュエルリンクスカイ、随一のスーパーハイパー最強インキャモンスター来た。で、アレイサー回収だ。あいつ2300だったから、守備が。なんか、ね、中途半端なんですよね、キャバラリーって守備が。2300なんで、まあ、もうちょっと、もう一旦待てばサイマジがあれだわ、2500になるわ。いける、ちょっとキャバラリーはほっとこう一旦ね、まあ、いつも倒せるあいつは。さあエンドフェイス来るか、ナビゲート、あー来るか、まあ、これはさすがにサイマジか、まあしゃあないわな、そうしゃあない、大丈夫、呼吸とそんな簡単に突破できないから、あいつもうキャバラリー使ったし。ティバイオス入ってる1枚でしょ、さすがに、さすがにティマイオスは入ってる1枚と思うんだよな。それは除外されるのは別にいいや。で、ロット効果で、もうそこなし意味ねえから、あ、そっちなんだ。え、キャバラリー意味なくね、それ。リリースした方がよくないそれ。大丈夫、ああ。で、ロット回収していく。オッケー、まあ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 、そこまで、ここまでは読んでいました。いきまーす、何を、セット、1枚セット、1FC いいですよ。呼吸とすだって無限に強いでしょ、これ。無限に強いはず、呼吸とすは。マジシャンズドットいいでしょ。いいね、なんか。なかなかぶん回ってんじゃん。やばいカード来た。やべえカード来たわ。やべえカード来た。やばすぎる。全部入りだ。全部のせデッキだ、これ。ブラックマジシャン全部のせデッキ。来た。ただ、あいつ、伊達2800なんだよな。あいつ、伊達2800やから、まあ、別に持った問題なくて、で、呼吸とすには殴れない、赤殴るしかないよね、これね。赤殴るしかなくて、で、赤殴ったら縦半分だ。赤殴ったら縦半分。超連出そう。バトル、いいでしょう。さあ、来い！ロットで赤か？ロットで赤殴りで超連だ。で、黒、コンクロ、あ、そっちなんだ！え？それは甘えでは。それは甘えでははい、スーパーインキャモンスター最強でした。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウくん、きちー選んで破壊ガチで強い。まあ、呼吸トスだな、これは。これもまた呼吸トスだ。呼吸トス出すまで粘ろう。呼吸トスで罪だ、相手は。まあ、最近ね、コンセント入ってるパターンとかあるんですけどね、あと深淵の宣告者とか。呼吸トス出したらサイバーリーは結構止まるから、そこらした。でまず一発コズミック打ってサイバーリーでオーバーフローをぶち抜いていく。こっちだ、
よし、うまい、これは遊戯王がうまい。で、アレイスター召喚からサイマジじゃないか、これは。アレイスター召喚して、チェーンがないね。チェーンがない。なんだろうな、サイマネティックオーバーフローかな、ね。こうかな。こうでしょうね。サイマネティックオーバーフロー止めれるからめっちゃ強くて、それは。で、はい。あー、カオスハンター。あー、なるほどね。はいはい。カオスハンター、OK。カオスハンター吐く。カオスハンター吐く。で、セットは、一応するか、自爆特攻して3000枚減らしても意味ないから、これはサイマジ自爆からの、1000だけ減らしてエンドかな。こうじゃないか。あ、なんだこれ、違うわ。なんだ、やばい。なんだこれ、サイバーロードフュージョンじゃない。まずい。なんだあれは。なんだ、わからないぞ。なんだあのカードは。ちょ、人かけサイマジ行こう。人かけサイマジ行け。なんだこれ、なんだ。あ、めくるか。なるほど、オッケー。それは効かない。サイマジ8には効かないから大丈夫。オッケー。で、ターン終了。今ので自爆特攻して3000枠減っちゃうと、そのワンチャンサイバーエンド出てきて終わるんで、あれですね、今ので多分いいと思います。今のは多分正解あったと思う、多分。で、次、コキュートス出して、コキュートス出して、あ、出せねえや、カオスハンターいるから無理だ。出せねえから、出せないから。カオスハンター強、カオスハンター強、除外できないの強いんだけど、ちょ、召喚マジ打てないから、まあ、普通に殴るしかないか。これ殴るしかないわ。殴るしかなくて、バトルして、これぶん殴っていく。ほらほら、400という大ダメージ、大ダメージした。次打てるね。次打てる。次打てる、大丈夫。カオスハンター強すぎか。まあね、あの、2500しかないんで、まあ、あんまり怖くないですけどね、あいつ。なんだかんだ。まあ、でもやっぱ除外できないって結構強いよな。結構強い。サイバードラゴン守備表示、OK。サイバードラゴン守備表示吐く。サイバー守備表示吐く、OK です。ドロー !OK! で、召喚魔術発動。これは、一回メガラニッカか。メガラニッカ、一回メガラニッカだな。こことここで、メガラニッカ、メガネおじさん出して、おじさん出しからの召喚魔術効果使って、デッキ戻しながらアレイスタ回収で、アレイスタ召喚、アレイスタ効果で、召喚魔術サーチ、オッケー。さあ、絶望のモンスターをお前に見せてやろう、ヘルカイザー領、現れよ。召喚魔術アレイスタと水属性モンスターを合体、アレイスタのアレイスタをチョコマジシャンガールのチョコに挿入、融合召喚。やっぱハイパーインキャだな、このモンスター。さあ、カジキリョータ選手、気合のハチマキさん、海の伝説、なんだこのデッキ、忍者マスター発動、なんで、どういうこと、海の伝説忍者ってこと、ちょっとわかんねえ、なんだこれ。あれからなんか海竜族から出てくるの、ダイダロスね、これ、これダイダロス鉄。コキュートス出したらめっちゃ強いけどな、これ多分。コキュートス出したらめっちゃ強いけど、一回ベリーか。一回ベリーで、まあ、アップル持ってくればいいか。アップル持ってきて、ちょっとね、あの、アレイスター召喚で、そこにね、何、超変形とか、あ、打たれてもよかったか、別に。別に良かった。コキュートス出しに行った方だったか。ちょっと今ミスったな。アレイスタ召喚、魔術サーチ、魔術でコキュートス出しに行って、で、超変形しちゃったの、別にいいか。別にいいな。別に良かったな、今。出せば。ちょっとごめん、ミスった。アレイスタで良かったわ、多分今。超変形、やばい。超変形しすぎ。超変形どんだけ持ってんの、超変形どんだけ持ってる。コズミックサイケロンが足んねえよ、1枚じゃ、それ。サイマジは強いな。サイマジは強い。サイマジは強い。じゃ、絶望させるか。絶望させていくパターンか、これは。アレイスターを召喚。アレイスターの効果、そう。召喚魔術を手札に加えていく。そして、即座に、でもサイマジ出す必要あるこれ。泣くね、これ。サイマジ出す必要ないんじゃね、どうせ超演技されるし。これ魔術だ。シンプルな魔術。シン
プル魔術で、ここ長変化されても別に関係ない。呼吸、はいはい、おらー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 、長変化打てるもんなら打ってみやがれ。ただこっちも打点が同じやからな、こっちも打点が同じなんで、ちょっと突破的、そんな簡単に突破できないっていう話はあるんですけど、まあ一応とりあえずエンドですか、これはエンドですね。まあ超変化はできないモンスターなので、まあ多分ガンメタなんで、あとは俺はこれデッキ切れまで粘るっていう、あのクソみたいな、あーあコスミックサイクロンの効果発動、おらだドラッ、うわあ自作自演ガチでやめろよ、自作自演してんじゃねえてめえ、ふざけんなよそれ、 お前で超英語じゃんかそれ、はしかもなんかダイダラスの効果使えよ、もうなんならおいダイダラスの効果使え。